千葉中央バス株式会社は、千葉市緑区に本社を置くバス事業者。京成電鉄完全子会社であり、京成グループの企業である。略称は、千葉中央、中央バス。千葉市や市原市北部の郊外住宅路線を主力として路線バスを運行するほか、高速バス、貸切バスの運行、千葉市、コミュニティバスやいすみ市デマンド交通の運行住宅などを行っている。 また、千葉市中央区や市川市、茂原市にて不動産賃貸業を営んでいる。路線バスの営業エリアは、千葉駅から大網駅にかけての JR 外房線沿線を中心に、市原市や若葉区にも路線が乗り入れており、運行範囲は、千葉市中央区、緑区、若葉区、市原市、大網白里市の3市3区に及ぶ。JR 外房線と並行する。 大網街道にも多数の路線を走らせており、大網街道と外房線を東西方向の中心軸とし、そこから南北に放射状に路線が広がっている。千葉市周辺が東京都心部のベッドタウンとして開発が進むとともに、千葉市、市原市のニュータウンであるおゆみの千原台、あすみが丘などへ路線を広げていった。1990年代末以降は、 道路網の充実により、各エリアから羽田空港へ向かう空港連絡バス、千葉駅から房総半島方面に向かう高速バス路線にも力を入れている。千葉中央バスの前身は、千葉県議会議員、木島雄らによって設立された千葉、郊外自動車という会社である。路線の歴史は、木島個人が大正時代末期からホンダを起点に、 南の瀬また方面と西の野田に向けて運行していた2つの路線に始まる。木島はその後積極的に路線の拡張を進め、昭和初期にホンダ野田線を鎌取りへと延長した後、1934年に本千葉駅への乗り入れを開始する。これには路線の重複する千葉市外自動車から大きな反発があったが、それを押し切っての延長であった。一方、 瀬マ川は、木島の距離である国府里を経て、茂原方面に伸びていくこととなり、1935年に、本千葉本田・安あずま国吉茂原という直通運転が開始された。これと共に、同年、木島らによって、千葉郊外自動車が設立され、以後同社の経営となった。千葉郊外自動車は、この他にも、1939年の、時点でウルウイド周辺。 土家大網間でも運行していたことが千葉県市に記されている。1944年には戦時下の交通統制の流れの中で小港鉄道バス部の前身である袖ヶ浦自動車に統合されることとなっていたが直前に回避され独立経営が維持された。本千葉駅を起点に運行していた千葉郊外自動車であったが1948年から千葉駅を発着できるようになった。 その後、昭和20年代半ば頃までに、宅地下の進んだ、蘇我駅東側の白旗地区への乗り入れ線、茂原から城市城、国吉方面路線の開通、千葉、大網間の直通運転を開始するなどし、さらに千葉茂原間の運行も復旧した。新規区間の開通や、旧市路線の復旧だけでなく、千葉駅を発着できるようになったこと、市街地がに変な、 白旗方面にも拡大したことを背景に、千葉市側での運行回数が増えることとなった。こうしたことを受け、千葉郊外自動車は1953年に、千葉市の中心部に近い長洲に本社を移転して、社名を東洋交通に改めた。長洲に本拠ができたことで、千葉市側での路線拡張が急速に進んだ。昭和20年代末から昭和30年代初頭に、 かけていずれも千葉駅を起点に、下宇佐両用所線、今井町経由の川鉄線、大宮町方面に至る某田日線、大岩寺、大森方面へ運行する大岩寺線、下手を経て、平山に至る平山終点線、鎌取の都職員保養施設に至る生浜総線が、開通した。一方、本線の大網街道上では、この時期千葉駅千葉寺、千葉駅松が、丘、千葉駅、 療養所など、比較的短距離で折り返す便が多かった。また、時期不明だが、本田駅から高田方面、及び本田駅、土系駅から中野方面に向かう線も開通し、最盛期にはそれぞれの路本郷台まで足を伸ばしていた。前述の棒多津線と平山線も、後に宮田まで延長運行されている。このように、この時代には、 大網街道側から東金街道に至り、京成の停留所と接する路線が複数存在した。1963年には大宮団地の入居が本格的に始まった。これを受け、東洋交通は大網街道経由で千葉駅大宮団地間の輸送を開始したが、団地の人口は予想を上回るペースで増え、入居開始数年で輸送量が限界に達したため、 1966年には、京成電鉄と共同で団地の北側を走る東金街道経由の新路線を開設した。この時期に、東洋交通は当時東京都北区に本社を置いていた、東都自動車グループの参加にあった。当時、東都自動車の社長であった宮本一郎が木島から買収したもので、その後、信仰のあった長野健次の仲介で、東洋交通を 京成グループに売却したことを東都自動車の車種に記している。廃止された旧本社営業所や本田営業所の改築、鎌取車庫の用地買収などは宮本が手掛けたものである。1969年に京成電鉄の子会社となると、大宮団地のバス輸送は東洋交通に全面移管されることになり、京成の防田日線も譲渡の上、大宮団地へ延長された。 こうして、現行路線の基礎となる3系統のネットワークが出来上がった。また、昭和30年代末から40年代にかけて、向かい台線、松が、丘線、市役所線なども運行を開始し、小港鉄道との競合や共同運行が増えるようになった。大網街道上では、この頃、千葉駅、両用車などの短距離系統が整理され、新たに、 千葉駅鎌取車庫系統が運行を開始している。また、千葉郊外自動車時代から続いた千葉駅、茂原駅線は1971年限りで直通運行を終了し、ホンダ駅茂原駅間に短縮された。1970年代から1980年代頃に使用された車両1974年、東洋交通は同じ形成系列のブルーバスと合併し、 千葉中央バスとなった。昭和50年代に入ると、現在の千葉市緑区の各地で、新しい住宅地の造成が相次いだ。これに伴いまずは、大 c 大団地への乗り入れが行われ、続いて1980年頃に、千葉あずま各へ団地、1984年に、千葉市原ニュータウン、1988年に、明日見ヶ丘への路線がそれぞれ開設された。 平成に入ってからも団地路線の拡張が続き、1989年には京成電鉄と共同で菅線が、1990年には小港鉄道と共同で八幡原団地線が新設されている。また、緑区側のニュータウン路線は、宅地造成の進行に応じて順次延長され、千葉、市原ニュータウン線は千原台へ、明日見が、岡線は明日見が、 岡南方面へ運行されるようになった。一方、外房線の本数が増加したことで、これと競合する大網街道の路線では、乗客の鉄道への転移が起こり、特に千葉駅からの投資、利用者が減少した。これに伴い路線の再編成を実施し、平山線、千葉、市原ニュータウン線のほとんどは鎌取駅、各営団地線は本ン駅起点に変更。 千葉、大網間の直通運転は、土休日の一往復を残して、運行終了した。市街地側では、JR 京葉線の開通で、蘇我駅の利用価値が上がり、さらに1992年には、千葉急行線が開通したため、千葉駅だけでなくこれらの鉄道に接続する路線の必要性が高まった。これとともに、大森台駅周辺や蘇我駅に近い白旗地区では、 千葉駅に接続するバスの利用者が減少した。一方、青葉の森公園周辺に住宅地の造成が進み、新たな需要も生まれてきた。こうしたことから、1990年に蘇我かまどり線が開設され、大網街道と蘇我駅との連絡が強化された。また、1999年には大学線が開通し、青葉の森周辺への乗り入れを開始した。一方、 向江大線は2001年限りで廃止され、代替として、花輪線を末広街道経由で運行することとなった。また、かつては、千葉営業所の主力路線だった白旗線も2004年に、大幅、減便となり、同時に新設された青葉の森公園線に、余剰車両が振り向けられた。千葉郊外自動車以来の区間である、本ン駅もばら間では、過疎化による利用者の減少で、 運行維持が困難となった。このため1996年に市原市の軍社会で系統を分割し、さらに1999年限りで、軍社会委南を休止している。なお、この1999年の改正では、茂原営業所管内で大幅な整理が行われ、茂原周辺の路線は上市上線だけとなった。大宮団地では、 住民の高齢化が進んでおり、北大宮大線の新設や線上局経由の経路変更によるサービス改善で利用者の維持に努めている。また1999年以降、暴走方面や羽田空港への高速バス路線の新設が相次いでいる。2009年3月19日には、千葉営業所管内の路線において、パスモが導入された。かつては、 本千葉駅にほど近い千葉市中央区長須に本社があり、現在の長須二丁目停留所が、千葉中央バス本社前という名称であった。旧本社跡地には、京成グループの商業施設、リブレ京成ミナーレボーン、千葉が建設された。過去の営業所は、本社併設の千葉営業所、緑区、本田町三丁目の本田営業所、茂原営業所の3カ所で、他に鎌取車庫があった。 2009年1月19日、本社及び貸切千葉営業所を鎌取車庫の場所に移転し、千葉営業所と本田営業所を統合した上で、現在地へ移転し、乗り合い千葉営業所を新設した。これにより、千葉中央バス創業の地である本田からは営業所が消滅した。また、東京都内にも貸切屋あだち営業所があったが、廃止された。同2009年4月1日、 モバラ駅を発着する城市乗船が廃止されたことを受け、モバラ営業所も廃止となり、乗り合いバスの路線はすべて千葉営業所に集約された。営業所等配合前の担当路線は以下の通りであった。翌2010年9月10日、土景駅を奇襲点とする路線を集約した大野台営業所が新設された。白旗、JFE スチール線千葉駅を発車するジェフ。 スチール行き白旗地区の宅地化を受け、昭和20年代に開通した路線である。戦前からのエリアである大網街道を大きく外れ、近距離の住宅輸送を行ったのはこの線が初めてで、ある。1955年頃から川崎製鉄への運行も始まり、最盛期には千葉営業所の中で最も利用者の多い路線であった。 休日ダイヤの際は、千葉駅方面行きのみ県庁前から、京成千葉駅経由中央二丁目千葉駅となっていた時期があった。しかしやがて川鉄発着便の利用者が減少し、昭和60年代に入って一部の便を蘇我駅に振り向けるなどしたが、さほど効果はなく、さらに、京葉線の蘇我乗り入れ、千葉急行線の開通により、全線にわたって乗客が減少した。その結果、 2004年4月16日の改正で大幅減便され、2009年1月19日の改正でも、さらに半数近くの便が削減された後、2010年1月21日に、千葉駅保守区期台白旗、蘇我駅東口系統は廃止となった。千葉駅保守区期台間は、川戸線、ひまわり幼稚園白旗間は、蘇我鎌取線、白旗、宮崎公民館間は、 花輪線との共用区間となっており、道路線の独自区間は、宮崎公民館、JFE スチール館のみとなっている。また現在は、蘇我駅入り口、JFE スチール館の路線免許維持等の理由で、千葉駅発、JFE スチール行きを、土休日の朝1便のみの運行を続けている。東金線、北大宮大線千葉駅に停車中の東金線、車両東金線は、千葉駅から、 若葉区にある大宮団地までの旅客輸送の主力路線であり、その路線の大半は国道126号を走行し、千葉フラワーバス千葉線と重複している。大宮団地のバス輸送は後述する大網海道経由1路線で始まったが、わずか数年でその輸送量が限界に達したため、1966年6月10日から新たに、 東金街道経由の運行が開始されることとなった。この間に団地では新路線の開通促進運動が起こり、これに対し東洋交通と京成電鉄の2社が相次いで東金街道周りの路線免許を申請した。東洋交通は1956年から大宮団地周辺において、京成は戦前から東金街道において営業しており、互いに それぞれのエリアへの他社乗り入れは容認できないとの立場であったが、陸運局は団地のバス輸送の改善が急務であるとして、競合申請としては異例のスピード処理により免許を両者に下すこととなった。この際の条件は、京成電鉄35往復、東洋交通8往復、東洋交通は東金街道上では2停留所以外を通過するというものである。その後、 1968年から1971年の間に形成が撤退し、東洋交通単独の確定運行となった。また当初は団地周辺の道路整備が進んでおらず、現在の北大宮台経由に近いルートで運行していたが、昭和40年代後半に現行の酒月橋経由となっている。大宮団地乗り入れ路線の変遷ダイヤに関しては、その後、 大網海道経由とほぼ同数まで増えた後、1982年の改正で大幅増便されて比率が高くなった。1990年9月17日からは深夜バスの運行も開始した。しかし1990年代後半頃より減便傾向にあり、北大宮台経由便の創設もあって、データイムは1時間に2本程度となっている。北大線は、 東金線の視線的位置づけであり、従来から、動線利用者の多かった、新大宮や北大宮台の住宅地を細やかに経由してゆく。2000年6月1日に開設され、東金線は、その分が減便となっている。線状曲線線状曲線は、千葉駅からしばらくは、上記に線と同じく、東金街道を走り、若葉区に入ると間もなく、街道を外れ、 大宮町の中心部を抜けて団地へと向かう路線である。独自区間である和田新道北大宮第二市間では、大変狭い道路を走行するため、下り便はすれ違い可能な道幅の地点で、上り便の通過を待つ光景が見られる。この線はもともと1955年7月15日に、京成電鉄によって、某多日線として、金見町線上極大某多日間で開通し、 昭和40年代に国鉄千葉駅線上極大防田日大宮団地に延長されるとともに東洋交通に移管されたものである。その後2000年6月1日の改正によりこの線も北大宮台側を回るようになり団地への到達時間が短縮された。この改正で終点が大宮市民の森に変更されているが、これは大宮台南側の大宮台3丁目。 東山帰り口の二停留所からも引き続き利用できるよう配慮したためである。2006年5月21日の改正で千葉大宮高校経由便及び同校までの折り返し便が新設された。これは2007年度に同校が通信制独立校としてリニューアルするのに備えたルート変更であり、折り返し所用地には使用頻度の少なくなった。 運動施設の一部が転用された。通信制独立校のため平日は通学生の姿はほとんど見られないが、休日を中心に行われるスクーリング授業の日は多くの通学生の利用がある。そのため時刻表には掲載されない臨時便ダイヤが設定されている。2000年の改正以後、東金線は減便が続いているのに対し、線上曲線は 東金街道の渋滞を一部避けられることからも利用価値が高まり増便傾向にある。2009年1月の営業所移転時のダイヤ改正でも多少の増便が行われた。川戸線地バイに停車中の川戸線車両、川戸線は大網街道を経由して大宮団地に至る線である。乗客向けには星区機台経由の案内が用いられる。団地の入居が 本格的に始まる前の大宮地区には、1956年より、某、田日線が運行されており、最盛期には、沢、河合十字路を経て、宮田に至っていた。大宮団地における、最初のバスはこの路線をベースとし、千葉駅星区期台2とな坂下大某田日、大宮団地というルートで、昭和30年代後半に運行を開始した。しかしこのルートでは、 二戸ナ付近の道幅が狭いため満足な運行ができず、住民からは増便を望む声がたびたび上がっていた。1966年に東金街道経由が開通すると、団地のバス輸送はようやく改善へと向かい始め、その後、大網街道側においても、現行の川と小学校周りの便において、ワンマン運転が開始された。こうして、星茎台経由は、 開通当初からの通満路線である二戸名坂下周りとワンマン路線である川と小学校周りの2ルートとなってしばらく運行されていたがワンマン化の進展に伴い昭和50年代後半に全車が廃止され現行の1ルートのみとなった現状では利用客数の減少で運行回数も減少傾向であり土休日ダイヤでは基本的に毎時1本の運行になっている 花輪線千葉市中央区南部の大森、赤い、花輪の各町へ向かう路線である。この地域は古くから農村集落として発展してきたところで、現在も昔のまま道幅の狭い箇所が多い。このため中型車で運行されている。廃止された赤い朝線この線の原型は大岩寺線という昭和30年代初頭に開通した路線で、当時は全便が 西千葉寺付近から南下する道路を経由し、赤井町経由、平山発着便、赤井町、花輪経由療養所発着便、大岩寺までの折り返し便があった。また少なくとも1959年の時点においては、平山、療養所発着便にそれぞれ大岩寺、経由、大森町経由があった。赤井、花和地区にとっては、初めてのバス路線であり、千葉市街から、 当時人口増加の一しかった宮崎白旗地区へのバイパス線の役割も担った。その後、詳細な経緯は不明だが、昭和40年代までに赤井町平山及び花輪から療養所の区間が廃止され、さらに昭和60年頃までに千葉駅千葉寺坂上から大岩寺赤井町千葉駅千葉寺坂上大森町赤井町から 花輪の2系統で運行されるようになった。前車は、ほとんどの区間で、小港鉄道の千葉駅宿徳大学大岩寺線と、重複する路線であった。その後、2001年5月16日に、末広街道を走る向かい台線が廃止されたことに、伴い、花輪線が、末広町経由に変更され、同時に、赤い、花輪地区から、蘇我駅へのアクセス手段となった。一方、 赤井町線は従来のルートのまま引き続き、小港鉄道の宿徳大学大岩寺線との競合が続いていたが、同社の路線に比べ、本数面で不利な状況であったため、2007年12月28日の運行を最後に廃止となった。松が、岡線、ポートタワー線千葉駅を発車する松が、岡線の車両松が岡線は、千葉駅から矢作を経由して、 ソマ駅東口に至る系統と千葉港駅を経由してポートタワーに至る系統からなる路線である。小港鉄道と共同運行している。この線の山戸橋や萩間は東金街道の旧ルートである。かつてこの区間には京成電鉄が東金、八幡などへ向けて多くの路線を走らせていたが、振動の開通により昭和40年代半ば頃に 形成の路線はそちらへと移ってしまった。このため、旧道に代替路線を走らせる必要が、生じたのが松が、岡線開通のきっかけの一つとなっている。この旧道沿線と、蘇我川の宮崎地区に住宅が多くあり、利用者も両端部に偏っている。一時期は、千葉駅発の最終便が松が、岡十字路止まりであった。しかし最近では、 路線のほぼ中間に位置する星区基調周辺で、宅地開発が進み、千葉駅、蘇我駅両方面への需要が高くなっていることから、2013年8月24日のダイヤ改正で増便した上で、千葉駅、蘇我駅発とも最終便の時刻繰り下げを行った。ポートタワー側はもともと市役所線として、千葉市役所新庁舎の完成した1970年頃に、 千葉駅市役所として開通し、その後一部便が県立美術館まで延長された後、1986年3月3日の京葉線開通と同時に千葉駅千葉港駅県立美術館となった。さらに3ヶ月後のポートタワー会館に合わせ、同年6月16日にポートタワーまでの延長と、松が岡線との統合が実施され、一部便で蘇我駅、 ポートタワーの直通運転が始まった。しかしモノレール、千葉港駅の開通以降は利用者が減少し、千葉中央バスでは直通運転を取りやめた上で、最小限の本数での運行となっている。蘇我釜取線、蘇我釜取線は、両駅間を白旗、大網海道経由で結ぶ路線である。開通したのは、 京葉線東京開通から半年が過ぎた1990年10月1日のことである。当初の運行区間は鎌取車庫までであり、このことからもわかるように、蘇我駅と大網街道の松が丘、ニト那周辺との連絡に重点が置かれている。2001年5月16日に鎌取駅まで延長された。なお、蘇我駅の乗り場は当初は千葉銀行近くの路上にあったが、 駅前の整備により、バスロータリー内に移動している。小港鉄道の蘇我駅東口千葉南高校と、ほぼ同ルートを通るが、蘇我駅東口と千葉南高校のバス停は共同仕様ではなく、共通定期券の取り扱いがないため、共同運行ではない。津賀線鎌取駅に停車中の津賀線の車両津賀線は、千葉市の政令指定都市下に先立って、 若葉総合支所への足として1989年4月3日に、津賀駅小倉町大宮市民の森間で開通した路線であり、市の補助金によって運行される、いわゆる区役所バスの一つである。当時、坂月橋以北は、京成のエリアだったため、当初は、同社との2社運行だったが、1997年以降は、千葉中央バスが単独で運行している。現在、 線場曲線と空港連絡バスが使用している大宮市民の森折り返し場はもともとこの線のために開設されたものである。津菅駅大宮市民の森間は開通当初から1時間に1本弱の運行であったが1992年に延長された鎌鳥川の本数は1日数本程度と少なく不便であった。大宮団地の住民からは買い物に便利な 鎌取駅の増便を求める声が上がり、2001年頃には大宮大公園鎌取駅間において買い物バスの試験運行も行われた。また2005年には緑区平山町に千葉市西条が完成し、最寄りの鎌取駅からバスを運行する必要が生じた。これらを背景に、同年6月1日より津賀線のルートが西条経由に変更され、ほぼ全便が、 鎌取駅に乗り入れる運行に改められた。これにより、大宮団地鎌取駅間は大幅な増便となった。また同時に、坂月小学校から千城大駅方向への振動が開通したことを踏まえ、坂月小学校小倉大三丁目間を千城大経由で迂回させるルート変更も行われた。その結果、周辺から千城大のコミュニティセンター、 図書館などの公共施設や商業施設にアクセスできるようになり、戦場台若葉区役所間のバスルートも確保された。一方、土休日の午後を中心に鎌取駅、最上館の折り返し便が設定され、その時間帯には従来ひもすがら乗り入れていた菅駅側の運行が取りやめられた。また、赤井陵、川戸町南、小倉町停留所にはほとんどの便が通らなくなり、 小倉町停留所の代替として近隣に千葉中央バスの西小倉停留所が新設された。2008年9月1日より鎌取駅津賀駅間の便は千葉市西条への乗り入れが中止された。また、2009年2月から鎌取駅大宮団地間の折り返し便が設定されている。大学線、蘇賀駅から千葉寺駅、青葉の森に周辺の新興住宅地を経由して、 大学病院まで運行する路線である。大学病院の校内に、京成以外のバスが入るのはこの線が初めてである。1999年の開通時は、京成、小港、千葉中央の三社体制であったが、2001年に京成は運行を取りやめている。この線の開通に際して停留除名の整理が行われた。赤い朝鮮との並行ルート上にあった。 川鉄六両停留所は、小港に合わせる形で、川鉄両前に解消され、大網街道上にあった芸術文化ホール停留所は、大学船のホールにより近い場所に芸術文化ホール前停留所が開設されたため、ハーモニープラザに解消された。青葉の森公園線千葉寺を経由した後青葉の森公園に沿って走る路線であり、 白旗線が大幅減便された2004年4月16日の改正時に開通した。千葉駅から中央博物館へは、すでに京成バスや千葉式バスの路線が通っており、この線はそれらに比べ若干遠回りではあるが、博物館により近い場所に停留所が設けられている。終点付近には、芸術文化ホール、中央博物館、博物館、文化ホールと、 紛らわしい名前の停留所が並んでおり、方向幕やバス停における行き先案内は中央博物館としている。2007年9月29日のダイヤ改正で日中30分間隔から60分間隔に減便された。2013年4月16日のダイヤ改正で平日1往復と土休日の1往復半のみになり、さらに現在では土休日に博物館。 文化ホール発千葉駅行きが一本運行されるだけとなった。大網線、千葉リハビリ線千葉駅を発車する千葉リハビリ線、大網線、千葉リハビリ線は主に大網街道上を運行する千葉中央バスの本線角の路線である。鎌取駅、大網駅間を結ぶ便を大網線、千葉駅と千葉営業所及び千葉リハビリセンターを結ぶ便を千葉リハビリ線と称している。 以前は、土休日の早朝一本のみ、大網駅小食土土土地駅村坂井、本ン駅鎌取駅星区期台千葉駅間を直通する快速バスを運行していたが、2018年7月21日のダイヤ改正において廃止となり系統消滅した。本田駅の打十も時間は、大正時代から営業している区間であることから、大網線は、 同社の中で最も古い路線の一つということもできる。ただし戦前は本千葉本田茂原という運行が主であり、千葉、大網間が繋がったのはそれより後のことである。その時期は千葉市の資料から1948年以前ということしかわからないが、土家、大網間は1939年の時点で千葉郊外自動車の路線が通っていたことが 千葉県市にて確認できる。現在、最も本数が多いのは、千葉駅かまとり駅千葉営業所間の便で、日中でも、毎時5から6本程度の運行が確保されている。現在は、これが、千葉駅側の最も短い折り返し便であるが、1950年代頃には、さらに千葉寄りで折り返す便があり、その中で療養所発着便は、本数が多く、 昭和30年代頃までの市街地側の輸送の主な部分を担っていた。しかし昭和40年代に入る頃からさらに鎌鳥側へと市街化が進み、川鉄にとなるよう赤い量のような大規模住宅も建設された。これに応じて運行区間を拡大した鎌鳥車庫発着便ができ、さらに2006年3月27日の改正で、 鎌取車庫鎌取駅間が2009年1月19日の改正で鎌取駅千葉営業所間が延長された。本田駅、大網駅間は利用者が少なく、近年は徐々に本数が減らされている。2009年1月19日に営業所が鎌取へ移転したことから、鎌取駅、本田駅、鎌取駅、大網駅の便が新設された。 さらに2011年9月7日の改正では、鎌取駅土継駅の便が新設されると同時に、日中は、定時制の確保から、鎌取駅で運行を分離し、千葉駅千葉営業所と鎌取駅、本田駅、土継駅、大網駅とした。現在では、鎌取駅土継駅は、平日は1日8本、土休日は1日5本の運行、土継駅、 大網駅間は1日2本の運行となっている。大網線にはかつて、ルートから一部外れる便がいくつかあった。1980年代に廃止されたものとして、京成千葉駅経由便、厚生年金休暇センター経由便がある。また、おち町にある、靴下団地内に立ち寄る便もあり、ホンダ、大網間の便において、長らく運行されていたが、 こちらは協議の結果2003年7月1日に廃止されている。千葉リハビリセンター発着便は、1954年頃に、千葉駅、下宇佐療養所として開通した路線が、袖ヶ浦特別支援学校の本ンへの移転と千葉、リハビリテーションセンターの設置に伴い、リハビリセンター開業1年後の1982年3月に、同センターまで延長されたものである。 特筆すべき点として、昭和30年代の旧、国鉄駅発着時代に、山和橋から市光前を経由して、桂木町へ、ショートカットする便が存在したことが挙げられる。2009年1月19日の改正でかまどり、駅起点の折り返し便が新設されたが、これは、大網街道の渋滞による、定時性悪化の対策によるものである。千葉駅。 千葉リハビリセンター直通便は平日は元よりと、休日ダイヤにおいても全時減便となっているが、鎌取駅、千葉リハビリセンター折り返し便の設定により、利便性の確保がなされている。千原大線、千原、台東線、千原台南北線、おゆみの駅線、おゆみの中央病院線千原大線、千原台東線略図千葉市と市原市の東部にまたがる、千葉。 市原ニュータウンを走る路線である。ほとんどの便は小港鉄道との共同運行による鎌取駅千原台駅間の便である。千原台線はもともと千葉市原ニュータウン線と称し、ニュータウンにおける最初のバス路線としてお弓の地区入居開始直後の1984年4月1日に開通した。当時の終点は、 現在のお弓の南停留場付近に位置し、線名と同じ千葉市原ニュータウンという停留所名であった。開通当初は鎌取駅を起点とする便のほかに千葉駅から直通する便が7往復運行されていたが鎌取駅で外房線に乗り継ぐ利用者が大半であったため、この便は平日と休日とも早朝に上り1本までに減らされた後、 2002年9月5日の改正で平日の便は鎌取駅南口発に短縮となっている。なお、この直通便をわずか1本でも運行しているのは独自の運行区間である鎌取駅南口、鎌取市営住宅間の路線を維持する役目を担っているからである。その後、平日の便は廃止され、2021年時点では土休日日中に、 片道一本のみの運行となっている。路線開業後、千原台地区の入居開始に応じて1990年7月5日に千原台中央まで、千葉急行電鉄開通に伴い1995年に千原台駅まで延長された。千原台乗り入れ後、高段のタイアップカラーをまとった専用車で運行していた時期もあるが、現在は小港便も含めて、 一般職に戻されている。沿線の開発は、お弓野と千の土地原台の境界において今なお、進行中であり、2000年代に入ってからも停留所の新設などの動きがある。2007年3月18日には、同じ2社の共同運行による千原台東線が新設され、宅地下の進む千原台東地区への乗り入れが開始されるとともに、お弓の側では、 実質的な増便となった。また、同年10月16日より、鎌取駅発、千原大駅駅深夜バスの運行が開始された。2009年3月2日より、鎌取駅と、泉谷南の間は千原大線、千原、台東線と同じルートを走り、そこから、お弓の駅に至るお弓の駅線が運行を開始した。この路線も、小港鉄道との共同運行である。 その後、2011年4月8日より、千原台南北線が運行開始し、千原台駅千原台東交差点間は、小湊鉄道との共合区間となっており、共通定期券も設定されている。2014年8月20日より、お弓の中央病院線が運行開始した。この路線も、小湊鉄道との共同運行である。お弓の中央病院線の新設の際に、 お弓の駅線は1日に往復に大幅に減、回された。また2016年4月1日をもって、本田駅北口から千原台駅は運休となる。大前野朝鮮大前野朝鮮は、鎌取駅からお弓の東北部の第一団地、第2団地を経由して、大前野町に至る路線である。この路線の原型は、1984年4月1日の千葉、 市原ニュータウン線開通と同時に設定された、鎌取駅をたり、本田駅間の路線であるが、これは出入庫の一部を営業運行としただけのもので、本数は大変少なく実用的ではなかった。沿線は、比較的早い時期から入居が開始されていたが、すぐ近くの大網街道に、大網線が運行されていることもありながらく、本数増には至らなかった。 しかし商業施設や公共施設の増加により、鎌取駅南口へのアクセス需要が増加したことから、1999年に鎌取駅からおよみの第一団地、第二団地を循環する路線を新設して、本格運行を開始した。2006年9月16日より、鎌取駅淡田神社間は、およみの団地循環線と同じルートを走り、その先で大前谷町に至る。 大前夜町線が運行を開始した。これにより、両線の重複区間の運行本数はほぼ倍に増加した。その後2008年9月30日より、お弓の団地循環線と大前夜町線のルートが統合され、鎌取駅からお弓の第一、第二、市営一丁目団地を経由して、大前夜町に至る路線となった。平山線平和公園循環線、平山線は、 鎌取駅から千葉市緑区北部の平山町へ向けて走る路線である。終戦直後までは平山町の中を走るバスはなく、大網街道の赤い交差点停留所が平山という名称で、この町への玄関口となっていたが、昭和30年代初頭に現在の平山坂下付近に平山終点という停留所ができた。これにより、千葉駅、 平山終点というルートで開通したのがこの路線の原型である。その後、熊野神社経由で東金街道の宮田まで運行していた時期を経て、水綱熊野神社の2地点を終点とするようになった。その後も長らく、千葉駅からの運行が続けられたが、沿線は農村地域で人口が少なく、旧、本田営業所管内では利用者の少ない路線だったため、 1998年の改正で起点が鎌取駅に変更されることにより事実上路線が短縮され車両も小型化された。また2009年2月の改正ではそれまで水綱と熊野神社へ向けてそれぞれ運行されていた便が統合され原則として水綱経由で鎌取駅と熊野神社の間を運行する路線となりさらなる運行の合理化が図られた。 2010年3月20日からは、土休日の一部の便が、若葉区田別町にある、千葉市平和公園の中を経由して運行されるようになった。これは母産者による、平和公園周辺道路の渋滞を分散させる、目的で公園に難問が新設され、バスの乗り入れができるようになったからである。公園内には全部で11カ所の停留所が、設置されており、 平和公園難問平和公園正門平和公園難問館は循環運行となり折り返し運行ではない。悲願と旧本には鎌鳥駅平和公園館の臨時便が増発運行される。2015年8月1日ダイヤ改正から平日ダイヤのみ熊野神社終点から高根調整経営化まで延伸された。ダイヤ改正日は土曜日であったため、 実際に運行を開始したのは8月3日からである。千葉中線千葉中線は、本田駅、土家近辺から北へ向けて走るローカル路線の総称である。2008年9月30日より新設された、本田駅、北口ロータリーを発着するようになった。もともと、本田高田方面、本田千葉中方面、土家千葉中方面の3系統が、それぞれ別々に運行されていた。 このうち千葉中方面に向かう便は、かつて、ホンダ、土家両駅から、東金街道の本郷台まで運行しており、日向川や、下大和田で折り返す便もあった。また、高田方面の便は、泉公園の前を通って、東金街道の野路まで運行されていたことがあり、下神殿入り口、千葉東霊園入り口、千葉東霊園と、たびたび終点が変わっている。現在は、 本田駅を出ると西側の踏切を渡っているが、かつては東側にあった踏切を渡り、八幡前から西にルートを変えて、高田方面に向かっていた。2016年4月1日の運行をもって、千葉東霊園高田。本田駅北口便はお彼岸やお盆の多客付のみの臨時便となり、2017年3月の春の彼岸より季節限定で、 無料送迎バスの運行を開始したため当社便は運行されなくなった。明日見が丘線土家南部の新興住宅地、明日見が丘と土家駅南口を結ぶ路線である。想像の森、そよ風通り経由の A 線と駅からまっすぐに続く明日見用通りを経由する B 線があり、A 線の沿線には東急不動産が開発順をした。 高級邸宅街ワンハンドレッドヒルズがある。1988年4月の開通時には想像の森までの運行であったが、住宅の増加に伴い1989年10月1日に、そよ風通り中を終え、1991年4月16日に、あすみが丘南へと順次延長された。1993年4月26日より、折り返し書のある、 王子町南まで営業運行するようになり、同時に明日大通り経由の B 線を開通させた。なお、行き先表示による案内はその後も引き続き、明日見が丘南としている。また当初は写真のような塗装の異なる車両によって運行されていた。2009年1月19日より A 線と B 線のルートをつなげた、循環線の深夜バスが運行を開始した。 アスミが、岡東線土系気等法に造成中で2002年に一部の入居が開始されたアスミが、岡東住宅地を経由して、アスミが、岡中心部のアスミが、岡ブランニューモールに至る路線であり、2005年9月28日の開通である。アスミが、岡ブランニューモールは2011年に開店した、みをキーテナントとするショッピングセンターで、アスミが、 岡ブランニューモール停留所は、あすみが、岡線の、明けの通り東とほぼ、同じ場所にある。土家工業団地線、工業団地東線、土家工業団地線は2006年12月18日に、開業した、土家駅と千葉外房有料道路、大木コインター近くに広がる千葉土家緑の森工業団地を結ぶ路線である。土家緑の森工業団地内では道路を、 時計回りに循環するものの土系駅には戻らず、土系気発は循環部の終わりの停留所である石油エネルギー技術センターで終点となり、土系気行きは循環部の最初の停留所である大野台中央公園が始発となる。年末年始など工場が稼働していない、期間中は運休。2008年3月31日より大野台2丁目の工業団地東に至る。 工業団地東線が新たに運行開始した。落ち花水木台線落ち花水木台は、本田と土家のほぼ中間地点に位置する住宅地であり、2001年以前は、千葉あずま各駅団地と呼ばれていた。1980年頃に路線が開通しており、1985年12月16日からは、本田駅千葉あずま各駅団地で深夜バスの運行も開始した。当初は、 千葉駅からの直通便もあったが、2000年のダイヤ改正時に廃止されて、全便が本田駅発着となった。その後の営業所の統合、移転に伴い、2009年1月19日より一部の便が鎌取駅発着となった。2013年4月16日より、蘇我駅発着便が設定されたが、現在は平日のみ、上り便が一本だけの運行になっている。 この路線のみ、千葉営業所と小野田営業所の共感である。なお、同住宅地内の中学生の通学便として、1981年4月5日から、千葉あずま各営団地土家中学校を結ぶ路線が、一往復半運行されていたことがあるが、1984年の、落ち中学校の開校によりわずか数年で廃止となっている。運行開始当初のさらしなバス、 サラシナバスは、千葉市若葉区東部の交通空白地帯の解消と、公共施設の連絡を目的とした、千葉市、コミュニティバスの第一号路線である。1998年に、茶団津園農政センターの間で運行を開始した。もともとこの地域には、形成によって開通し、後に千葉フラワーバスに継承された新谷千又線、宮田線の2路線があったが、いずれも本数は少なかった。 特に宮田線は一便のみとなって実用性が著しく低下していたため、サラシナバスのルート設定にあたっては、同線の独自運行区間である県道、浜の四街道長沼線を通ることに重点が置かれている。開通後数年のうちに総泉病院や千葉楽農協に立ち寄るルート変更など細部の改良が加えられていった。千葉市はこの間、コミュニティバスは この一路線のみとし、周辺過疎地域では、支援を行うことによりできるだけ一般路線バスの運行を維持させてきた。しかし2003年に退出移行路線については、支援をやめる方針に転換し、以後の協議の結果、2005年8月限りで、千葉フラワーバスの線上台駅を発着する三路線、宮田線、線上台線が廃止されることとなった。これを受けて、 コミュニティ路線の拡充が図られることとなり、サラシナバスは従来のルートと線上大線の廃止区間を合わせた循環線として再出発した。同時に線上台、五星台のルート上にある京成バスの全停留所での客扱いが開始された。一方、千葉フラワーバスの廃止停留場のうち、千葉シティバスが並行する南4丁目温水プールの間は停留所が設置されていない。 富田神殿千葉楽農協館を経由する便はなくなり、停留所は同時に開通したお孫バスに引き継がれた。運賃は100円均一だったものが200円均一に値上げされている。循環便の大半は線上大駅をまたいでの乗車が可能であり、各停留所にもそのように記されている。農政センターをまたいでの乗車も可能であるが、10から20分程度の時間調整があるため、 こちらは案内されていない。一部の便は若葉行き行きプラザを経由しない。第一便はさらに、泉市民、センター、コミュニティセンターも経由せず、農政センター、戦条大駅農政センターと運行する。2013年10月19日より、千葉中央バスに移管され、始発儀を農政センターから戦条大駅に変更し、戸田町二番農政センター間をおまこバスに集約し、 農政センター宮田館、白井小学校入り口、泉公園入り口高根館、原口委員前から、大草大館を泉バスに移管した。高根泉市民センター館は廃止し、戸田町二番小船町宮田館、総泉病院金地下、大草大館を新設し、おまごバスのルートだった。原口委員前引くグリーンタウン東、富田入り口館を移管した。また、 谷東町一番下田町三番館と戸田町一番小安神社館にフリー乗降区間が設けられた。おまごバスは、仙条大駅と若葉区東部を結んでいた千葉フラワーバスの3路線が廃止されたことにより、その代替運行を目的として2005年9月1日に開通した千葉市コミュニティバスの第2路線である。開通当初は平和交通が受託事業者であった。 路線は、千葉フラワーバスおまご線の全区間と、宮田線、仙条大線の一部をカバーしているほか、これまで、サラシナバスが運行していた、富田町の千葉楽農協周辺も担当する。この地区と小誠との間ではわずかながら、八街市内を走行する。仙城大駅を起点に、おまご地区、農政センター、泉市民センターを回る循環線として開通したが、小誠側に、 本数の重点が置かれており、約半数の便が線状大駅内、駒湖農政センターの間で折り返し運行をする。さらに短い線状大駅を孫公民館の折り返し便も運行されていたが、この便は2006年10月23日の改正より、八街市の沖十文字まで延伸された。また同改正では、農政センターや東金街道側を経由しない、 小回りの循環便が新設され、このうちの一部が、千葉市、泉グリーンビレッジ事業の拠点施設がある戸田町、原田池に乗り入れることとなった。線上台駅を通しての乗車も可能ではあるが、おまご方面線上台駅、泉市民センター方面のように走る便は少数で、大半は元のルートへ引き返す形となる。また、早朝の便は、コミュニティセンターを経由しない。 2013年10月19日より、千葉中央バスに移管され、農政センター泉市民センター間を、泉バス、宮田、グリーンタウン東、富田入口間を、さらしなバスに移管、戸田町一番農政センター間に、フリー乗降区間が設けられた。京成バスカラーのまま社名ロゴのみ、千葉中央バスに変更した、泉バス泉バスは、千状台駅を発着する3番目の、千葉市、 コミュニティバス路線であり、2008年3月1日に運行を開始した。開通当初は平和交通が受託事業者であった。千葉市ティバス、泉大線の廃止に伴う代替運行を目的としたもので、道路線の全区間と大草、南2丁目を通る新設区間を合わせた両回りの循環線となっている。また、線上大駅若葉行き行きプラザ間を結ぶ。 折り返し便も運行される。2013年10月19日より、千葉中央バスに移管され、茶丹津若葉行き行きプラザ間を廃止、さらしナバスのルートだった農政センター宮田間、白井小学校入り口、泉公園入り口高根間、原口委員前から、大草大館を移管し、茶丹津高根間、宮田、河合団地前から、河合町、河合交差点間を新設した。 また、河合町高根十字路館に、熊野神社停留所を設置した。また、高根十字路白井小学校館、並びに、正春園農政センター館に、フリー乗降区間が設けられた。大網白里市マス地区、コミュニティバス専用車千葉駅を出発するカピーナ号、カピーナ号カピーナ号は、千葉と鴨川の間を、縦山自動車道、久留里線沿線を経由して結ぶ高速バス路線である。 日東交通、鴨川日東バスとの共同運行により1999年に開業した。千葉鴨川間では JR 外房線よりも所要時間が短く往復乗車券を利用した場合には運賃も安くなることから開業以来高い利用率を維持している。沿線には鴨川シーワールドや東京ドイツ村などのレジャー施設もあり一部の便が乗り入れる。 羽田線のエアロバス7303号車、開業当初の羽田線車両を2001年2月9日、運行開始。JR 外房線、大網鎌取駅及び、大宮台と羽田空港を、東京湾、アクアライン経由で結ぶ、空港連絡バス。東京空港交通と共同運行。羽田空港では、空港行きが、旅客ターミナルを第一台に、国際線の順。 大網駅は国際線第2第1の順に回る。羽田空港発は空港バスチケットサービスの対象路線。利用者の増加に伴い、開業翌年の2002年と2007年10月の2度に、渡り、増便が行われ、2007年10月16日改正では、新たに鎌取駅経由、大宮台発着便が新設された。大網駅発着便の停車停留所は、 大宮台、鎌取駅北口、本田駅、土木駅南口、大網駅で一部の便は千葉外房有料道路を経由し、本田駅に停車しない。車両は三菱不装製を使用する。開業当初は観光バス車両の格下げ仕様であったが、秘密占廃死後は同線で使われていたエアロバスを使用するようになった。トイレはついていないため乗客のリクエストにより、 市原サービスエリアで休憩を取ることもある。東京空港交通では三菱不走または日産ディーゼル製の直結クーラートイレ付き車両を充当している。京都駅から千葉駅に到着した7313号車元は京成バスが運行していた路線を2010年7月15日発便より継承したもの。千葉中央バスの路線では唯一 首都圏外のエリアに向けて運行している路線でもある。1989年10月20日の開業以来、京阪バスと京成電鉄の共同運行で開業し、京阪バスの高速バスの愛称、京都号のまま案内されていた。2006年1月10日より、京阪バスが撤退し、京成バスの単独運行となるが、 京都側の運行支援業務は、京阪バス洛南営業所が撤退後も引き続き、行う。京成バスの単独運行になるとともに、京都号の愛称を廃止し、車両のグレードも3列シートから4列シートに変更して値下げした。さらに2009年5月11日より毎日、運行を取りやめ運行日を限定するようになったが、京成から千葉中央バスへの移管に伴い毎日運行に、 戻っている。2013年4月19日にダイヤ改正が行われ、ルートが一部変更され、鎌取駅、千葉駅を発着するようになった代わりに、千葉中央駅への乗り入れが廃止された。2013年11月15日の鎌取駅、出発便から新型車両を導入して、再び4列シートから3列シートに変更し、合わせて運賃も改定した。 新型車両導入後は利用者数は堅調であり、年末年始、ボンなど繁忙期には増便も運行される。増便は従前の使用者である4列シート車が充当され、運賃も割安の設定となっていたが、2015年5月のゴールデンウィークからは、京成バスから移籍した3列シート車が充当されるようになり、運賃も定期便と同額設定となった。 鎌取インターチェンジ停留所前には、千葉中央バス本社があり、京都線利用者のためにパークライド用の駐車場が用意されている。2019年5月15日、三条京阪、京都駅八条口間に、四条烏ラ停留所を新設した。バスタ新宿前を走行する千葉中央バス7307号車2012年8月5日、運行開始。 松ヶ丘停留所を出発すると、千葉駅には向かわず、京葉道路松ヶ丘インターチェンジから、首都高速7号線禁止町ランプに向かっていた。2015年1月16日に伸び悩む、乗客数改善を目的に、ダイヤ改正を行い、同時に、千葉県岸センター、県庁前、千葉駅を経由する、ルート変更も実施された。バスタ新宿。 東京スカイツリータウン間の乗車も可能であるが、千葉県内バス停総互間の乗車はできない。トイレ付き車両で運行している。2019年2月28日より、日中の土景気発、スカイツリータウン経由便を廃止し、千葉営業初発の1便のみに減便。袋は大網駅まで延長した上で深夜急行バスとして、新たに系統を新設した。路線再編前の経路は、 以下の通り、京王バス側の路線名は、新宿土家線。2012年の開業当初は、京王バス東、調布営業所、京王バス南、南大沢営業所との共同運行であった。京王側では2013年に京王バス南が、撤退して、京王バス東のみの担当となった。2016年4月4日のバスタ新宿開業までは、 新宿駅西口のヨドバシカメラ本店前に存在した新宿高速バスターミナル発着であった。2016年9月30日をもって、京王バス東が運行から撤退し、千葉中央バスの単独運行となった。袖ヶ浦駅と東京ドイツ村を結ぶシャトルバスに、充当される1191号車東京ドイツ村、ウィンターイルミネーション開催期間中に運行される。 直行の臨時バスで原則として日東交通の単独運行だが繁忙期に限っては当社と小港鉄道も運行に参画する。幕張メッセ中央から出発するエアロエース7417号車2016年4月29日30日に幕張メッセで開催されたニコニコ超会議2016より大規模イベントが開催される日に臨時便として 新宿駅行きの片道のみ運行される。運行日及び時刻表は千葉中央バス並びに京成バスのホームページで告知される。新宿駅の降車場所はバスタ新宿ではなく西口28番である。ゾゾマリンスタジアム行きの臨時バスゾゾマリンスタジアムにてプロ野球開催日に運行される臨時バス。2014年より運行に参入。 毎年9月に開催される騎士団万博、来場者専用のシャトルバス。乗車にはあらかじめ前売り乗車券を購入しなければ、ならない。カンデオホテルズ千葉の送迎バス長は、カンデオホテルズ千葉発千葉港駅行き、夜は千葉港駅発カンデオホテルズ千葉行きのみの片送り運行となっている。 幕張ビーチ花火フェスタシャトルバスに充当される2126号車2018年まで毎年5月上旬に開催されていたザ・レジェンドチャリティプロアマトーナメント開催日のみ運行。津賀駅からギャラリーを乗せて会場に向かうシャトルバス日霊レ,レディスのギャラリー輸送には高速バスや観光バスも総動員で輸送にあたる毎年6月中旬に開催される日霊レ,レディスの開催日のみ運行。 方向幕は、千葉中央バス便のみ、日礼レ,レディスと書かれた専用幕が使用される。千葉中央バスは、津賀駅便と臨時駐車場便を担当。小港鉄道と九十九里鉄道は、鎌取駅便を担当している。ギャラリーを乗せて会場に向かう1174号車、毎年6月下旬に開催される、アースモンラミンカップの開催日のみ運行。 土系駅からギャラリーを乗せて会場に向かうシャトルバス、毎年10月中旬に開催される富士通レディースの開催日のみ運行。方向幕は千葉中央バス便のみ、富士通レディースと書かれた専用幕が使用される。卓脚日には他の形成グループから応援が入ることもある。鎌取駅からギャラリーを乗せて会場に向かうシャトルバス、毎年10月下旬に開催される。 ブリジストンオープンゴルフトーナメントの開催日のみ運行。千葉中央バスは、鎌取駅南口発着便、小港鉄道と九十九里鉄道は、鎌取駅北口便を担当する。千葉ニュータウン中央駅からギャラリーを乗せて会場に向かうシャトレバス10月下旬に開催される、ゾゾチャンピオンシップの開催日のみ運行。毎年11月上旬に開催される伊藤園。 レディスゴルフトーナメントの開催日のみ運行。2004年12月22日に運行を開始した路線で、千葉駅を起点に、京葉道路、立山道、機密バスターミナルを経て、金谷港の東京湾フェリーまで結び、便数の3分の1は、途中の機密バスターミナル止まりであった。日東交通、アモウ日東バスとの3社共同運行であったが、 利用者は少なく2005年9月16日に廃止された。わずか9ヶ月という短命の路線であった。向え台線は1960年代に国鉄千葉駅から末広街道を経由して向え台に至る路線として開通した。小港鉄道の千葉駅、発揮線、同厚生年金センター線と同じようなルートを走る路線であった。 千葉急行電鉄の開業時に大森大駅まで延伸されたが、同鉄道開業による客離れの影響などから2001年5月16日に廃止された。この路線の廃止後は赤い花輪線の花輪発着便をルート変更することで末広街道上の運行を維持している。上市上線は茂原営業所が唯一最後まで運行していた一般路線であり、 モバラ駅から県道モバラいすみ線を南下し、六ツ沢町の上市場までおよそ8キロメートルを結んでいた。沿線は人口の多い地域ではないものの、企業の工場がいくつか点在しており、通勤者の足ともなっていた。通勤時間帯の一便のみが、日立ディスプレイズモバラ事業所の前を経由していたが、これはもともと、モバラ駅日立正門双葉電子として、 独立していた路線を統合したものである。茂原から国鉄木原線にかけての一帯は、大正末期から昭和初期にかけて、いくつもの事業者による乗り合い自動車路線が入り乱れていた。これらは、戦時の事業統合により、袖が裏自動車に統合されたが、戦後になって、千葉郊外自動車や都自動車によって、その間を縫っていくつかの路線が開設された。 この上市場線の原型となる路線については、陸沢町市に1951年の開通と記されているが、茂原泉線に東洋バスが走ったとあるだけで、詳しいルートや終点は不明である。茂原市によれば、1966年頃には、国吉経由で大滝まで路線が通じており、松丸で分岐して、桑田にたる線もあったようである。その後、 モバラ駅国吉となった後、1999年2月の改正で利用者の少ない上市場遺難が休止され、船名も国吉線から上市乗線となった。これにより、国吉からモバラへのバスがなくなってしまったため、ルートは異なるが、いすみ市が主体となって、いすみシャトルバスをマスダ橋モバラ駅間に走らせている。上市乗線は、2009年4月1日に全線が、 廃止され、これにより、1935年の千葉郊外自動車、設立時から営業していた千葉中央バスの茂原駅、発着路線はすべて廃止となった。代替路線として、同日より、小港鉄道が平日に限って、茂原駅上市場間の運行を開始した。この路線は、千葉市ティバスとの共同運行で、平日のみ1日に往復運行されていた。従前は、 大宮団地から千葉大学病院や私立青葉病院方面まで路線バスのみを用いる場合、中央二丁目、または JR 千葉駅を経由し、大きく迂回し、乗り継がなければならなかったが、この路線の運行開始によって乗り換えることなく直接移動できるようになった。しかし、利用客数は伸びることはなく、一年余りで廃止となった。なお、 この路線の運行開始にあたり、大宮団、川戸東間は、千葉中央バスの川戸線の停留所を使用し、川戸都園千葉大学病院間は、千葉シティバスの西区汽船の停留所を使用することとなったが、両事業者ともに、川戸都園の隣の停留所名が、川戸停留所となる事案が発生し、混同を避けるため、千葉中央バス側の停留所名は、川戸東停留所へ、 千葉市ティバス川の停留所名は川戸西停留所へと解消を行ったが、路線廃止後は両事業者とも元の川戸停留所へと再解消を行っている。ウルーイド線は本田駅から茂原街道上のウルーイドに至る路線である。沿線の市東第一小学校の通学路線としても利用されており、通学時間帯に学校の正門前まで乗り入れる便がある。 ホンダ発のローカル線の中では、比較的住居の多いところを走っており、戦前にも千葉郊外自動車が、ウルーイドを終点とする路線を運行していたとの記録がある。現在、ウルーイドの終点は、モバラ街道のバイパス上にあり、折り返し場は人目につかない林の中にひっそりと設けられている。2010年12月20日に迫った三社寺無井間で、千原台南地区を経由して、 ウルーイドへと向かう、千原台南線が新設された。ウルーイド線と比べ大回りな経路を取ることから、ウルーイドまでの所要時間は、こちらの方が長くなっている。2012年10月より、住宅団地、グリーン肥料経由するルートに変更される。千原台の造成後、小港鉄道が千原、大団地、五位駅線を開通したため、長吉入り口、 向井間は二社の並行区間となった。なお、小湊にもウルイドという停留所があるが、この線の終点とはやや離れている。二千十六年四月三日の運行をもって、全路線休止となった。群堺群堺線及び、日のみ線は、本大駅から瀬股倉庫まで、ウルイド線と同じルートを走り、そのまま南下して、 一原市市東地区へ向かう路線である。群堺線は、本田駅と金剛地日のみの間を、群堺を経由して結び、日のみ線は、本田駅と OC 大,大団地の間を金剛地日のみ、土家駅経由で結ぶ。ただし、日のみ線の内全線を通して運転するのは、OC 大,大団地発の早朝1便のみである。 いずれも利用者は少ないが、沿線小中学校の通学手段として不可欠なこともあり、自治体の補助を受けて運行を維持している。なお、本田駅東国基地間は、千葉中央バスの中でも特に古い営業区間であり、東国基地停留場の前には、千葉郊外自動車時代の車庫建築者が店舗に転用されて現存する。軍作回線は、かつて、 本田駅もばら駅間を結んでいた、モバラ線を1996年に、軍堺で分割してできた路線である。当初は、本田駅軍堺間を往復していたが、2008年9月30日より、軍堺経由混合地域のみ発着に改められた。モバラ線は、1935年の千葉郊外、自動車設立と、同時期に本千葉本田ダモバラ間で運転を開始した路線で、 戦時休止を挟んで1971年まで千葉からの直通運転が続けられた。1987年には自由乗降制度が導入され、現在も今後地二軒屋軍車会館が対象区間となっている。吉野田二は今後地日のみ発が片道のみ運転されるだけである。2015年10月のダイヤ改正で土休日の運行が取りやめとなり、 いずれの路線も平日のみの運行になった。2016年4月1日の運行をもって、土家駅から OC 大団地以外のすべての区間が休止になった。千葉市内の観光スポットをめぐる定期観光バスで京成電鉄との共同運行だった。2012年12月13日開業。成田空港交通との共同運行。 2014年3月31日限りで運行休止。C バス専用車千葉駅東口エリア循環バスは千葉市中心市街地東口エリア循環バス運行協議会が主体となり2017年4月1日から2020年11月30日まで運行していたコミュニティバスである。千葉市が策定した千葉駅周辺の活性化グランドデザインにのっとり、 千葉市の補助金交付決定事業に指定されている。愛称は千葉市中心部循環の頭文字をとって C バスと命名された。2016年11月30日、それまで千葉市中心街を賑わせていた千葉パルコが閉店し、千葉駅東口からパルコまで運行されていた無料送迎バスも廃止された。その後、 地元商店街を中心としてバスの運行継続を求める声が相次いだことから運行協議会が立ち上がり同年4月1日より運行開始となった。しかし2020年初頭より世界各地で蔓延した新型コロナウイルスに起因する緊急事態宣言発令により C バス利用者数も激減し5月1日より運行休止となり 運行を再開しても利用者数の回復が見込めないことから11月30日をもって路線の廃止となった東洋交通時代の車体塗装動車では路線用に主に椅子自動車の車両を導入している車体は純正のほか平成14年度までは富士中工業製も導入していた高速用貸し切り用はかつては三菱不走製のエアロシリーズで 統一されていたが、近年においては高速車に、日野、セレガ、貸し切り車にイスズガーラの導入があり、今後も導入が見込まれる。京都線や高バス専用のエアロエースのみ、スーパーハイデッカー、あとはすべてハイデッカー車となっている。高速車は、夜行用と一部を除いて、乗降扉が、折り仕様で、貸し切り車は、スイングドアである。また夜行用のエアロエースと予備車のエアロクイーン。 および一部の高速車はトイレ装備となっている。2016年11月12日にリフト付き観光バスが1台導入された。その他、千葉市から受託しているコミュニティバス専用車として三菱不走、エアロミディ ME が所属している。三井、e、&S の企業送迎に充当される3106号車また、市原林海地区に所在する企業の企業、 輸送専用車については、2017年4月から、それぞれの企業において管理されることとなったため、当社所属ではなくなった。一般路線用大型車は、富士重工製の生産終了後は、ノンステップ車、ワンステップ車ともにホイールベースが短い L 尺と、ホイールベースが長い N 尺が導入されている。千葉営業所配置のノンステップ車については線上、曲線や川と線、 リハビリ線など共愛路線での運用を考慮し、L 尺のみ、大野台営業所配置者は、管内の道路事情が良好であるため N 尺が導入されている。ワンステップ車は、千葉営業所に N 尺が配置されており、その収容能力から、通勤通学の利用客が非常に多く、運行ルートの道路が整備された、千原台路線用に導入されて優先的に配車されている。 一般路線用の中型車は全車イスズエルガミオに統一されており、比較的利用者が少なく境外路を走行する路線で使用している。ワンステップとノンステップの双方が導入されているが、特に運用に限定はされていない。かつてはイスズジャーニー K が多数所属していた。一般路線用小型車はイスズジャーニー J が2005年から導入されており、 本田駅を起点としたローカル各線や平山線など、特に利用客の少ない路線で運用されている。さらにその代替と千葉駅、東口エリア循環バス開業に伴い日のポンチョが導入され今後も増備される見込みである。2001年にマイクロバスが千葉、本田各営業所に数台配置され、特に利用者の少ない津賀線、松が、岡線の千葉駅、ポートタワー間、 平山線などで使用されていたが、老朽化や乗降扉が運転席から離れているなど運行上の不都合もあり、現在はエルガミオとジャーニー J に置き換えられた。特定輸送用は日産、シビリアン、三菱扶装、ローザが在籍しており、両者ともカタログカラーである。一時期は日日メルハーが在籍していたことがあるが、これは東京ベーシティ交通からの移籍者で、 塗装もベーシティ交通時代のままで使用されていた。最近の導入車両では、希望ナンバーにより、登録番号と車号を同一にしているため、登録番号が、希望番号の車両は、比較的新しい車両であることがわかる。一般路線バスのボディカラーは、もともとクリーム色に、水色、濃紺、赤を配した東洋バスのかつての塗装と同じものであったが、東洋交通時代の末期に、 アイボリーに紺色の帯を巻いた直線的なデザインに変わった。またこの間のわずかな期間ではあるが、アイボリー、水色、青の3色を用いた東京の志村観光バスとよく似た塗り分けの車両が使われていたこともある。さらに1990年代に入る頃から、現行の白地にパープルブルーのストライプを大胆に配したデザインに順次塗り替えられた。なお、 アスミが、オカを走る車両の一部には独自のカラーリングが施されていたことがあったが、現在は廃車され見ることはできない。観光バス、高速バス車両のデザインには、当初は、京成グループ共通の、いわゆる、コニックカラーが採用されていたが、その後、ニューカラーが制定された後は既存車も塗り替えたため、現在は全てニューカラーとなっている。ありがとうございます。